も花火職人のゆうといじりです。さあ本日何ですか。第2回、お笑い相談。大好評のお笑い相談なんですけども、はい、もうすぐ募集したんですよ。はい、尋常じゃないぐらいの量来ました。あら、悩み抱えてる患者さん多い。まだまだ足りないということで、うん、もうまだ私の出番ということで、うん、大丈夫かな、あの滑舌のなんかお薬とか大丈夫かな。あ、ぜひください。ね、ぜひ言うよね。2年分。2年分ください。ということで、今回その笑い悩める患者さんたちの悩みを花火職人が解決してあげるっていう企画なんで、っていうのを建前に、うん、好きなコントをしてるだけです。そうですよ、実はね。ありがとうございます。でも、解決につながったっていう、あの、お礼のメールは来てないんです。来てない。ということで、今回も、厳選したお悩みを解決していくので、もう、ぜひ、笑いとって人気者になってください。はい。今回の動画、見てくれない方とは、赤の他人、青の隣人、緑の親戚、黄色の先輩、紫の上下関係、オレンジのかかりつけ医、レインボー相関図。みんなそろそろ覚えたかな？手術前の患者さんの緊張を解く方法が知りたいです。緊張する？いや、そうなんですね。いや、よく勇気持ってくれたよ、本当に。頑張りますね、先生。緊張します。絶対大丈夫だから。はい、信じてます、先生ね。はい、今日のためにね、はい、スポブラつけてきた。スポブラ見て。何してんのこの人。最近ね、なんか薄毛治療してるせいか、はい、女性ホルモン入れてちょっとビーカップなってん。おっぱいもちょっとある。ちょっと見て。男の先生どう、絶対いけるよ今日。え、絶対いける。絶対いける。いけるから。いけるでしょ。え、希望。先生、スポプラスケ出てる。不安になってきた、不安になってきた。別のものが。ほら行くよ、ほら行くよ。手術、手術。メス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 。もう行く。メスメスメス。もう行ける。メスメス。怖っ。一郎と日治郎の違いが分かりません。どこで見分ければいいのですか。これ簡単ですね。はい。あの、高校時代に野球をやってたのが一郎。はい。サッカーをやってたのが日治郎です。ポジションは？あの、ゴールキーパーです。そうなん？はい。親とテレビ見てるときに、ベッドシーンや下ネタとかで気まずくなったとき。ちょ、めちゃめちゃ気まずなってるやん、今。どの人？ピンクなとこ流れて、めちゃくちゃ気まずなってたよな、自分。まあ、これで俺生まれたわけか。へぇ。そんな言わんでええやんか、あんたそう。これで俺が生まれたんや。めちゃくちゃ気まずなった。やってや、ちょっと一回こう。確かに。言うてできるかいな、あんた。ちょっとやってや。見してや。お父さん、こんな、なんか言うてる。保健体育の課外授業やってや。ちょっとやるか、お母さん。ダメです。どんなおかんやね。一番イカれてるやんけ、お母さん。なんでできんねん。息子もバグです、これ。思いがけない出席番号の当て方で全くわからない問題を当てられた時の対処法。はい、じゃあこの問題ね、じゃあ今日4月の23日やから、23番、畑中と見せかけて4+2+3の9番の栗山。ちょ待ってよ、なんで俺や、なんで足すねん。そこはお前もう4分の23で対分数にして5と4分の3で、内海と後ろのやつが4分の3やれよ。どういうこと？4分の3やで、後ろのやつ1やんないよ、絶対1人分やんないよ。4分の3やで、ちょっとやんないよ。なんでお前が仕切ってんねん。ちょっとサボるよ、対分数や今日。お前や、早く答えろ。今日対分数の日やろうが。何それ。ジャック開いてると思ったらチンチン出てた時。なんでチャック開いて、もろで俺これ。なんで、やっば。どういうこと。ちょっと待って、これ出てた俺今。今出てたってこと俺。すいません、ちょっとあの、俺今チンポ。なんで。欲しい服を試着までして買おうとして値段を店員さんに聞いたら1着10万だった時。ほなじゃあちょっとこれください。これ。あ、よかったですか。あ、めちゃめちゃ着心地良かったんで。あ、よくありがとうございます。これなんぼですか。こちらです。あ、10万円になります。10万円？はい。10万円です。これ10万円？はい。あ、
そうなんです、ね、いや、めちゃくちゃお似合いで。あ、いやいやいや。よかったですよ。はい。10万、え、これって、はい。なんかちょっとアウトプットとか行ったら安くなってたりとかするんですよ。10万です。10万円はい。それ10万円ですか？全然10万円です。はい。あ、申し訳ございません。割引の方してないので。あ、そうなんですね。どこ行っても。え、ちょっと、まあ今度はないんですけど、はい。なんか、半袖とかにして、したらどう10万です。10万ですか？全然10万。一律10万。一律10万ですか、はい、記事がなくても。はい。あ、そうなんですね。ほなもうちょっと、こことかもなくしてもうた。あ、ここ。もうここも。もうここいいっすわ。あ、はい。ここ入れんかったら安くなります。ちょっと確認してください。はいはいはい。いや、ちょっと、ここ欲しいけどな。さすがにな。さすがにな。ここがメインで。まあまあまあ。真ん中の写真の向きで値下げできるかっていうの言ってるんですけど。あ、無理。10。はい、10です。あ、10ですか、はい、あ、もうほな5000円しかないんで、右袖だけもろて帰りますわ。ありがとうございます。友達に、まあ凡人にはわからないと思うけど、って言われました。言い返し方教えてください。まあ、凡人にはわからないよな。凡人？君は天才ってこと？うん。君みたいに人を見下して凡人扱いするような人間には誰もついてこへんやろな。それを天才って呼ぶんなら僕は凡人のままでいいかな。ちなみにこうやって話してる間に片手で折り鶴折りましたけど、これでも凡人って言える？バイト帰り一緒になった女の子が口裂け女だった時どういうこと？お疲れ様です。え、こっちだったっけ方向？あ、はい、そうです。まあ一緒に帰ろうか。私はい、いや、お疲れさん。疲れましたね、今日。疲れたね、忙しかった。先輩、私可愛いですか？どうしたわけ？私、綺麗？いや、めちゃめちゃ可愛いと思うけどな。これでも？ちょ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 最低やな。ちょっともう一回やらせて、ちゃんと。ちょっとごめんごめん、もう一回ちょっとやらせて。いやいや、もう可愛いから。刺して刺して。可愛いから。疲れましたね。疲れたな。私綺麗？あ、もうめっちゃ可愛いと思う。ほんまに可愛い。これでもうちゃうって思ってたと全然ちゃう。ちょっとこのままいっちゃう。ほんまもう妖怪だこいつ。お前が一番の妖怪じゃ。ちょほんまもの妖怪。死ぬ間際に大爆笑を取る方法を教えてください。あなた、あなた、あなた大丈夫？あなた、あなた、もう自分の最後ぐらいわかるよ。先生、先生、主人は大丈夫なんですよね、先生？いいんだ。もうあなた、もう無理なんだ。あなた、そんなことない、絶対大丈夫。あなた、先生、なんとかしてください。先生、先生、もういいんです。あなた、なんてこと言う。あなたたちも、早く手をつなぎなさい。早く。先生、あなた、あなた、先生、先生、そんなこと絶対大丈夫だから。今の日本の技術は進んでるから絶対大丈夫か。看護師も来て、助産師も、助産師、受付早く、助産師はいらない、卵から来て早く、医者の卵から、もういらない、帰れ、先生、すごい先生が来てくれ、先生、あなたたちの手を早く、もう出ない、そう、出ない。何が、あなた何が出るの、まあなた、ね、先生に助けてあげてください。主人が行きたいって言ってる。出せない。先生、出せるわ、あなたなら。あなたならこの場の空気を変えれる気の利いた一言が言えるわ、先生。ずっと考えたけど。あなた行けるわ。あなた。先生、受付の方もとっとつけて、若い女から近づいてあげて、みんな来て、若い卵から寄り添ってあげて、あなたたちも早く、先生、あなた、わしはこれだけ言い残す、将棋の啓
今はトリッキーな動きします。